小さな幸せ運ぶ道具ナビゲーターのルミです。今回は古民家カフェクロエ塗り物館で実際に作っている切り干し大根の作り方を教わって、その通りに作ってみました。今までの私の作り方との違いは、油で炒めず一旦湯通しをすることとお砂糖の量ですが、とても優しい味に仕上がり、本当に何度でも食べたくなる味になりました。ぜひ作ってみてください。いかがでしたか？とても懐かしいお味でした。もし参考になりましたら、チャンネル登録をお願いいたします。見ていただいてありがとうございました。では、バイバイ。